はい、それでは三国志4続きやっていきたいと思います。前回は勝ちまくっちゃいましたからね。皆さんの力を借りて、まあ、地区の勢いですよ。バンバン倒しすぎてしょうがありません。とりあえず東洋をまた行います。何人でも動揺しちゃってください。加わって、なんかこう曹操と呂布って相性いいのかな。ホイホイ仲間になりますね。違うのかな。はい、仲間になれっと探してるよ。ありゃ、逆賊って言われちゃった。投与します。どうすっかな。まずは長男を攻めますか。長男って仲間になりませんね。終わって、お、来た来た。まあ、試行回数が多ければそれだけうまくいくもんですよね。あと3人。ああ、周遊もいたんだな。高いキャラがいっぱいで大変なこっちゃ。ぜひこのなんすかね、訓練道100で300名の連動で、ね、はしごの相手に向かってぶっ放したいですけどね。はしごに登ってるところをピュッキャーって感じで、まあ相手がいてこその展開ですけどね。とかなんとか言ってるうちに最後の一人です。無事全員投与終わりました。あっという間に人数が増えましたな。ジュインク、いや将軍、宗神、東将、馬隊、宗公、天衣、まあ平常時だったらですね、やったーってもう嬉しがって転がり回るとこなんでしょうけど、ほんとね、人材がダブついている現状、まあ普通にふーんっていう感じですよ。いやこんな時間っすよね。やっぱね、もうちょっと優しくしないと。はい、金ちょっと OK。訓練します。おお、テイクはなんかもったいないな。はい、 OK です。ちょっとね、こちら側をくすぐっておきますか。38なので
かな。そんな関様が行くまでもございませんっていうやつですかね。じゃあ二軍で十分だと。うん、これでいいか。120ぐらい130ぐらい、これで圧勝してみましょう。金ちょっと、兵糧ちょっと、攻め込みます。また出困りましたな。さあ打って出るか。もう来た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 、いいね。通常攻撃です。20。まあ大変ですね。32か。突撃します。さあどうだ。183。まあ逃げるわな。さてさて。一回突撃したら勝ちますけどね。ちょっと一部隊だと追い込めないんですよねこれ。さあ逃げる逃げる。さあどっち行くかな。お、応援軍が来た。そう言われましてもですね、こちらとしてはもう片付いちゃうんで脱出するでしょう。そんな援軍が来ても遅いでっちゅう。さあ逃げるかな。捕まえた。勝利。あんまりやるか。巨夫様まだここにいるからすな。もう訓練中。とりあえず褒美を与えてみますか。だけですね。訓練しましょう。いや、歴史に名を残す優秀なキャラばかりですな。ダーンだけ。ここはどうなってるんかいの。163。ああ倒せちゃうんだよね。ぜひ呂布様をお待ちしております。訓練中か。かな。はい、休養します。おっとっと、高村さんが、はあ、ちょっと炎症が調子に乗ってますよ。どういうこっちゃ。攻めてたところを何あ返してほしいと条件で安っ手惜しいですな。ええで、まあね、ご承知の通り落石を持ってないものを別に解き放つのは
大して問題ないので。さてさてさて、あとじゃあこっちに移動します。必要な人だけ、ここじゃいるから、まあ、はい、金ちょっと持ってた方がいいかな。兵糧別に、ああいいな。一番大衆輸送させましょう。輸送ここに貢献ならやってくれる金兵糧をちょっと輸送し上げましょう。連動 OK。 次のターンにようやく落葉に到着ですよ。遠かった遠かったよ。14,000、あっという間に増えますよ本当に。施します、諸葛金に施しさせます。施したい。次のターンにいよいよ漁夫を落葉に入れることができるからですね。はい、 OK です。訓練しましょう。なんかね、思ってたの違いますよね。ちょっとテイクはいかがなもんかなと。1ヶ月間訓練と。ここはどうですかね。訓練してましょうか。はい、訓練1ヶ月と。まあ、攻めては来ないでしょうけどね。ここも。訓練してきます。3人仲良く、はい、 OK です。ちょっと雑ですけど、連勝はなんか攻めてくるかな。僕の兵士、落葉、生徒、はい、移動します。誰を居残らせようかな。みんな優秀だね。法政でいいか。金、兵糧、移動。さあ、ついに来たぞ。これで来週、
コーティーイベント発生するはず。はずね。とりあえずみんな訓練して食ってくれ。はい、訓練と。どう？ここはもう訓練終わったんかな？訓練？ああ、まだ訓練中か。じゃあ一旦だけ訓練してもらいましょう。です。とここは、あ、100になったんだ。そっか。じゃあ輸送しましょう。ここに長所羽と兵糧駅で兵士、はい、届きました。素晴らしい。もういいでしょう。役目は終わったと言わんばかりですよ。ここはどんな感じですかね。99、181、ここで33あるからですね。連動だけは、まあ、マックスいきますよ。連動祭り、ここ製造してるんだっけ。製造中ですね。もうできることはないか。ここはどうなんですかね。訓練中？あ、まだ訓練してないんだ。訓練した前。総評を一人だけ残して。総評は国取りさせよ。国取り合戦。徴収兵糧、はい、ここが3人ですね。人が少ないっちゃ少ないですよね。みんなぼっち。何か移住させますか。誰か余ってる人で。これぐらい。金4000ぐらい。兵糧15000ぐらい。移動します。大衆分からんけど誰でもいい。全然減らん。びっくりするぐらい減ってないっす。まあ訓練しましょうか。せっかくですからね。訓練の100にしましょう。させます。計略有限でもしますか。一回あ、情報もなかった。あら、そんなこと言ってても成功するという優秀すぎる。ありがとうございます。
定か。はい、6ヶ月。日程に行かせましょう。ですかね。はい、おやすみ。さ、来るか。え、あれ？あれ？お、来たか？来たか？来た来た。あー、天下が交代する予兆。万民のため。義父様が即位なさるべきだと。もち天下万民のためにあえて三奪を受けようぞ。この時待ってました。さあ、やっちゃいました。今ここに皇帝の即位を宣言した。になっちゃった。ついになっちゃいましたよ。じゃーん、皇帝呂布でございます。じゃあ早速ね、呂布様が自らが敵を叩き潰しに来ますよ。誰かいるかな、優秀なの。突破長、長寿も連れていくか。いやー、これぐらいかな。金、兵糧、兵士は二軍だからね。どうしましょう。洛陽の大使、わかんないけど金でいいんじゃない。じゃああとは任せたみたいだな。もうこの残りメンバーで、まあ洛陽の守りは任せたみたいな。3ヶ月ぐらいかな。はい、ほい。さあ、324連動は十分。次のターン、弾を撃つぞ。バンバン撃つぞ。任せていけろ。ちょっと住民反乱の起きないようにですね、米でも配って。50万投資だからですね、すごいですよね。ここよく考えれば序盤からですね、この辺りをネジ状にすることによって兵士の数もいっぱいゲットできたんでしょうけど、今回はたまたま右側回りという流れになっちゃいましたのでですね、しょうがないかなと。米配りが忙しいっすわ。人口が多いからですかな。はい、高いな。米が欲しいの。高い。すっかな。ここはもう
これいっか。できることといったら、ここはまだ、もう訓練終わったんか。訓練で輸送しましょう。訓練済みの。ということで。もう、間違いなく届けてもらうといけますね。兵士と連動。はい、届きました。OK です。移動させますか。ちょっとみんな移動して。これいいか。金。兵糧。ああ、こういうことか。これで一応全員パパッと。どうできるように準備しておきましょうかね。こんなもんかな。訓練やってますもんね。で、ああ、そっか。一人移動させた方がいいですね。どうせなら。どっかな。まあ、いっか。もうよく考えずに、ターンエンド。まあね、次の回はもう、かだ。はい。まがいもの、ああ。はい。さあ、お待たせしました。お待たせしましたよ。戦争しちゃいます。もう、相手のことは何も考えず、とにかく、強い、やつをぶつける。これしかないですね。漁師様、弓隊。と、誰だ、弓の能力高いやつは。長領、これ一緒。で、歩兵は、カム様でいいっすよね。97。高いね。歩兵能力が。だけかな。600か。まだ足りますね。2軍の弓兵隊でいきますか。ちょっと余ってますもんね、人が。弓。ああ。対比じゃなくて、加工円がいいか。2軍の弓兵も優秀ですよ。87。あとは86。これでいきましょう。300380しか打てんのか。連動がね。で、どうかな。だったら強度か。223やな。これでいいでしょう。金銭も我が軍の力を見せつけてやりましょう。誰でもいいよって感じです。いやー、人がいっぱい余ってますね、ほんと。森。さあ、ああそっちか。めんどくさいな。逃げた。すごい退却っぷりがすごい。敵も2万いるんですけどね。こちら側の大軍にはかなわんということですよ。
かなりの大群ですからね。あ、どういうこっちゃ。これはどういうことですかい。どうなのかな、後ろに下がってくれるのかな。あ、下がった下がった、下がる感じですか。それはそれで助かりますけどね。じゃあ言葉に甘えて、さあ来るのか来るのか来ないのか。応援が来た。おい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 、ちょっと待て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 、いないな。落石は食らいたくないからですね。ちょっと待てやん、やる気がないと見せかけてやる気があるのやめて。本当にが寄ってくる。おー、暗いな。おー、まあまあ当たる。18か。へーって、14、あんまり変わんねえ。どういうこっちゃ。ほら力あんぞ。じゃあ右側に、距離が離れているのと真横だからですね。そう考えると、まあ、しょうがないのかなと。ちょっと下がると、さあ、まあね、逃げないですね。16か。じゃあここで弓矢をぶち込んだらもう次は逃げるんじゃないですかね。そうですね、はい、どうですかね。おっとっと、こら逃げんじゃねえよこれ野郎、逃げんじゃねえべ。さあ今度こそはしごを登って落ちくんのか。あ、来るんだ。おいおい、矢印もんじゃ。これ落石の系があるのかな。落石だけが心配で。さあこっち来んか。もう挑発サローめ、やっと逃げた。さあ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 、ようやく登れますね。こっちかな。さあこっち来るか、来ないのか。来ないんかい。にも一騎打ち。あ、文集が応戦した。マジか、ちょっと待って、やべえ負けるこれ。ここにあり、どうしよう。そこはない、ちょっと待ってくれ。軽い乗りをしたのに、敵はこういう時だけ引き受けるんやな。ボタン連打したね。そんな問題じゃないか。どうすれば勝てるんじゃ。運よね、これ。もう、お願いします。お願いします、お願いします。お、押してる、押してる。押してる、押してる。いいよ、いいよ。いけ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 。もう、これ完全運なのかな。あー、やめて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 。あー、また押された。やめて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 。押し返し押し返し押し返し、よし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 、
貴様も俺を倒すの100年早いと、そうおっしゃってますが、やめてお願い。あー、押し切られる。あーじゃー、負けた、がっくし、捕まっちゃった。いや、どうなし、情けない限りでござる。もう諦めて登ります。さあ、行きましょう。いやー、残念極まりないですね、本当に。あ、逃げた。こっちまで行きます。いいな、攻撃いたします。どう、炎症94か、割とダメージありますね。お、このわー、来た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 、どーれ、弓矢でどうぞ。20、自由ですよ。ヒーって、あ、全然当たり、ちょっと厳しいですね。逃げた、あ、逃げた逃げた。もう利用せますかね。ちょっと待ってくださいよ。ここまで来たらあとはちょっとツンツンってつっつくだけですね。おっと、また攻めてきた。弓矢でどうぞ。23、いやー、いやー、与えます。あ、全然ダメだ。やっぱ一人減ると力不足ですね、多分。鑑定がなくなっただけであんなにも威力が違うなんて、全然与える量が違うもん。あ、レントっていうのもあるんでしょうけどね。さ、逃げるかな。逃げたね。まあ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 、全然いいっす。勝利、いや、もう余裕で勝利ですよ。ありがとうございました、本当に。ほりょほりょ。こんなもんやった。仲間になる率が高いっすね。ほりょほりょ。はい。ということで、今回ここまでしたいと思います。ありがとうございました。